やり込み。バイオハザードインビジブルエネミーモード。これはゲームクリア後に出現する隠しモード。その名の通り敵の姿が全く見えなくなり、銃の照準も指導になるという非常に厳しいルールが設けられている。さらに難易度をアイテムが減り敵の数が増えるハードに設定。果たしてこの過酷な条件下で本当にノーダメージクリアなど可能なのか。ちなみに普通の人が同じ条件でプレイすると、見えないゾンビにパニック状態。とりあえず手当たり次第銃を撃つものの、あっさり捕まって食われてしまい、はい、死亡。とまあゾンビ一体倒すことさえままならない。ではこのやり込みはどうするのか。まず敵の出現場所は完全に把握。このように見えない敵にナイスショットを連発、正確に銃を撃ち倒します。そして敵にいきなり掴まれてしまった場合には緊急回避アイテムで対処。ちなみに緊急回避アイテムとはこのようにあらかじめ装備しておき、ゾンビに掴まれた際に使用するとダメージを受けずに相手をひるませることが可能。このやり込みでは緊急回避アイテムを目印として利用。このように見えない相手の位置を確認しゾンビを倒します。さらにもう一つ、敵の位置を確認するために利用するのが鏡。鏡に映るゾンビを狙います。左右逆になるので結構難しいんです。おっと、危ない危ない。そしてポイントとなるのが、倒したゾンビは復活を防ぐために灯油とライターで燃やしていくということ。危なげながらも緊急回避アイテムをうまく活用し、なんとか進んでいく。さらに後半のヨーンとの戦いからは、見えない敵がまるで見えているかのような立ち回りを見せる。敵の位置を感じ取り、まさに心眼打法ならぬ心眼射撃、ヨーンを圧倒。見事に撃破。そしてラスボスは完璧にパターン化。焦るそぶりは一切見せず、冷静にパターンにはめていく。ついにノーダメージクリア達成。クリアタイムも3時間を切る2時間52分とかなりの速さ。